今回の企画はオラフ君を救え脳内から脱出せよ。目を覚まさなくなってしまったオラフ君を救うために猫おじ博士に呼び出されたドズル社メンバー、果たして協力して無事にオラフ君を助けることができるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してオラフ君が助かるように応援してくれ。猫おじ博士、おお、オラフ君の様子はどうですか。どうやら脳に異常があるみたいだぞ。脳に異常？だいぶ重症じゃないですか。やばいな、それは。脳波の数値が異常なんじゃが、原因が不明での。そうなんじゃ。これボンさん、キスしたら目を覚ますかもしれない。それだな。いや、じゃあやめんかやめんか。ほら。いや、僕読んだことあります。猫王子。確かに。お姫様、お姫様でしょ。ああ、それは。ああ、あれ違うやつか。違うやつだ。あのね、なんだ。わしが、はい。ちゃんとね、治すための手だって考えていますから。治るんですか、ちゃんと。治るんですか。治る。お前たちの頑張り次第でな。猫おじ博士、なんか悪いこと企んでませんか。やっぱりキスだ、やっぱり。安静に置いといて。わかりました。はい、何ですか。そう、わしが開発した頭にハイイールを使って。ん、あなたハイボール。違う、頭にハイイール。頭にハイイール。そう、それを使ってオラフの脳みそにお前たち送り込む。え、脳みそ頭の中に。え、そうじゃ。博士、僕とボンさんと大原面を頭に送り込むと悪い影響しか起きなさそうです。一か八かじゃん。一か八か。一か八か大丈夫ですか。やっぱりサジ投げましたよね、これ。違う、大丈夫大丈夫。一旦ちょっとここ入って。わかりました。はい。僕たちに任せたということはもうオラ君保証はできない。早く面、はいはいはい。どうしよう、オラ君が卑怯になっちゃったら。面行くよ。入ったらなんかちょっと怖そうだし。怖くない怖くない、大丈夫だから。大丈夫だよ、なってるから。一応 TNT 持ってく。やめろやめとけやめとけ、脳内に何持ってくんじゃん。そっか。いや頼んだぞ、起動スイッチ。おお、なんだ。え、頭に入る起動。うわー、入れるっすよ。あ、なんだ。あ、おお、なんだこれ。あれ、オラくん。え、あ、みんな、あれ、オラくんいるじゃん。いつもオラフ君を助けてくれてありがとう。え、オラフ君じゃないの。頭に分かるの。オラフ君死んだ。いや、違う間に合わなかった。死んだことない、しないで、死んだことに。え、だってかなり天使みたいな。そうです、僕は天使オラフ君。天使オラフ君です。天使オラフ君、な、あなたは誰なんですか。いや、僕はだから天使オラフくんですよ。天使オラフくんは今何をしてるんですか、ここで。いや、実はちょっとオラフくんがいっぱい考え事をしちゃって気を失っちゃったんですよ。考え、あ、だから目を覚ましてないんですか。そうです、そうです。あ、絶対、あ、本当だ、考え事って書いてある、あそこに。あ、本当だ、考え事っていっぱい書いてある。考え事して気を失っちゃったの。これちょっとよからぬ考え事だったらちょっと良くないですね。どうしよう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 。違う、そんな悪いことじゃないかもわからんから。あ、そっか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 。でも聞いてくださいよ、これは悪魔オラフ君の仕業なんですよ。悪魔オラフ君。悪魔オラフ、うん、この脳の中に悪魔オラフ君がいて、その悪魔オラフ君が考え事でね、脳をパンクさせたんですよ。すげえ悪いやつだな。我々にそんなものをどうしよう。確かに。どうするの一般男性3人送り込まれただけだから。いやだから、もしよかったらこの天使オラフ君に力を貸してくれませんか。オッケー、手伝うよ。いや、でも僕たちでちゃんと考え事整理できるかな。大丈夫か。いや、できるでしょう。なんかいろいろ準備してってくれたんじゃないんですか。ここに来るためには。いや何も持ってきてない。え、手ぶらです。手ぶら、ネジとか。いやそれ危ないわ、脳にネジなんて。そんな、あ、これオラクの脳みそか。いや、まあちょっと何考えてたか。あ、何、ちょっと待って。ん、考え事3つでパンクしたの。
ちょっと、ね、それは良くないぞ。それは良くないね。言うなよ。人には人のペースがあるんだよ。そうだ、オラクはもう3つで十分なんだ。そうよ、3つでもうパンパンだよ。パンパンだよ、ほら、ほら、すごい。一個一個が重いかもしれないから。そうなんだ。行こう行こう、じゃあ、考え事。こういう、こういうスタンドがあったなと思って。うん、じゃあ、まず行こう、1個目。考え事1。おあ、なんだ？え？なんだこれ？え？ね、これ。あれ、麦くんとそらくんがいる。なるほど。オラくんは多分ね、麦くんとそらくんのことを考えてたみたいですね。ああ、なるほどね。ああ。で、ここで悪魔オラくんのいたずらによって、もう頭の中がもう猫だらけになっちゃった。いっぱいいる。はい。だからこれちょっとみんなで協力して、この中から麦くんとそらくんを見つけてください。あ、わかりました。そらくん探し、麦くん探し。ああ、来た来た来た。本物の麦くん、そらくんを探せ。右クリックをしようだって。え、これ結構むずいぞ。これこれはえこれ猫いっぱいいるけどいる。これこれそうです。クリックしてみてください。してみてください。いて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 。俺引っかかれたんだけど。猫に嫌われてる。いて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 。あ、ダメだこれ。あー、オッケーオッケーオッケー。 あ、じゃあこれ全く一緒の見た目ので、でで麦くんそらくんを見つけろってことね。そうですそうです。オッケー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 。いる？いや、めっちゃいっぱいいるよ。あれですね、これポコ太郎と梅次郎もいますね。ポコ馬いるの？ポコ太郎も。あ、じゃあちょっと間違えないように見つけよう。え、ちょっと待って。どうした？怪物がおる。え？え？え？待って待って、怖い怖い。え、なんか今喋ったくない？にゃあ、いた。うわあ、なんだ俺。にゃあ、いや、化け物がいた、化け物がいた。化け物がいる、化け物がいる。カーソルアースター出てくる。どういうこと？ぼうじ？なんかぼこうじがいる。ぼこうじか。そういうことか。え、な、え、どこだ。待って、こっちにもいる。あ、ぼこうじだ。なんかいろんなとこに登れるとこある。あ、なんすかなんすか。これ、あ、そっちの先アスレになってる。ちょっとアスレの先。アスレの先ね、いなかった。でも、え、あ、いないのか。え、オラクどっか探してよ。オラクのやっぱり猫ちゃんだからオラくんが見つけやすいよ多分。じゃあちょっと空飛んで探しますか。あ、天使オラくん空飛べるんだね。よいしょ。箱の中に向ける。よいしょ。あ、なんかこの上の方に何かが見える。猫ちゃんが。あ、そこね。あ、そこの上。あ、いたいたいた、空くんいた。お、あ、ソラくん発見。上の方にいたんだ。上にいた。あ、あそこ怪しい。ここの地下怪しいぞ。あ、みんな気をつけてください。みんなここ来て、みんなここ来て。こっち来て、こっち来て、こっち来て。来て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 。いた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 。いたいた、来て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 。なんだなんだなんだ。え、なんだなんだ。なんだこれ。地下空間。なんだこれ。ちょっと。何ですか。おい、気をつけろ、空おじだ。あ、空おじか。空おじと麦おじだ、これ。おじおる。なんだ、違った。ここ違うわ、違うわ。馬おじもいる。おじシリーズ、おじシリーズ。おじシリーズ、ここにあったか、おじシリーズ。どこだ。あそこ怪しいっすね、ボンさん。どけんのかな。上から、はしごのところに。登れ。来た、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 来た。あ、よしよしよし。ん？確かにトラップドアがある。あー、いた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 。おー、そっちか。ナイス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 。ナイスボンさん。オッケー。あー、クリアだクリアだ。やったー。ありがとう。これで考え事が消えた。考え事一つ解決した。いやー、ありがとうございます。これで一個悩みが解決できました。よかった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 。よかった。え、じゃあ他の悩み事もどんどん行こう。よし、次はじゃあ行きましょう。貯金貯金だ。ちょっと、ちょ、目何してるの。目ちょっと記念に爪研ぎしてもらう。いや、どっかにさ、オラフ君の貯金書いてない。いやいやいや、暗証番号。暗証番号やめて、やめてください。機密情報。4桁の数字。よし、行こう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 。はいはいはい。あ、なんだこれ。あ、何これ。雪だるまくんだ。これはあれですね。何これ。これはオラクマ、どうやらドズル像のことで頭がいっぱいだったみたいです。ドズル像で頭がいっぱい。
なんか最近新しいドドル像がなかなか思い浮かばんくて、どうしようって言ってたんですよね。あ、なるほどね。あ、だからちょっともしよかったら、うん、みんなで今までのドドル像を一緒に振り返ってほしいです。あ、なるほど、そういうことか。スタートボタンがあるよ。あ、来た、来た。ドズル像をコピーしろ。2体コピー、コピー。4分以内に協力してドズル像2体 OK。 やってみよう。ドズル像はどこに。ドズル像はどこ。スタート。あ、来た。あ、そういうことか。どうすればいいんだ。おー、来た。あ、チェスト、チェスト、チェスト。あ、じゃあ間違えたら終わりなんだ。金ブロックやる。僕金ブロックやる。じゃあダイヤ。はい、OK。じゃ黒い、黒いくね、黒いくね、黒黒黒黒ちょん、ちょん、ちょん、3つ置いて。わ、これむずいぞ、ちょっと。じゃあ、ダイヤ。待って、これ誰も上上がらなくなるかも。やばいやばいやばい、上はね、僕に任せる。あー、オラクくん頼んだ。飛べるんで、あったら、ね、え、これで、この黒曜石、ここ、座って黒曜石、ここ横黒曜石です。オッケーオッケー、黒曜石、ここ黒曜石。はい、黒曜石。あ、じゃあ、じゃで、ボンさんはヒゲ担当して、ヒゲ。ヒゲ、オッケー。ここ何段目、何段目これ。今ね、ここで、3号の。うん、そこから、そこからヒゲ。あ、めん。いや、ここ合ってます。合ってる。あ、ここヒゲね。そこヒゲ、そこそこヒゲ。あ、ちょっと待って、めん、そこ。合ってる合ってる、そうだね、そうだ。ここまで合ってます。合ってます。あ、で、ここ黒曜石か。ここ黒曜石の金。ここ金。ダイヤ。急げ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 。ヒゲオッケー、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 ヒゲオッケー。合ってる合ってる合ってる。いい、いい、ヒゲオッケー、ヒゲオッケー、ヒゲオッケー。一二三四、一二三四。あぶね。今連動。え、大丈夫？お前マジ、おし、置き間違えたの今。二二三。いやいやいや、完璧ですから。ギリギリだぞ。ちゃんとやってよ、ちゃんとやって。ヒゲメ、オッケー、ヒゲメ、オッケー。あとあとまで簡単。ヒゲメ、オッケー、オッケー、オッケー。あと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 。いや、いいですよ。真ん中3つ。あ、え、これ合ってる、これ。そこ違う、どうぞ。あ、うわー、黒曜石だ。黒曜石だ。黒曜石だった。うわー、間違えた。ごめん。おじい。オッケーオッケーオッケー。やり方分かった。こういうことか。いや、これ1回でも大きにするとダメなんだ。どうぞさん。ん？ちゃんと自分の顔見てくださいよ。オッケー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 。さっきと同じ配分で。ちょっとオラ君全体で間違えてるとこないか見てて。オッケーです。あ、今いい感じですよ。いい？ 3 のちょんちょん。あ、面完璧。ちょんちょん。だろ？おー、ボンさんもいいですよ。いいよ。いい感じ。蓋してもらって。はい、ヒゲオッケー。ヒゲオッケー。あ、どんどん早くなっていってる。うまいからな。おー、お父さんもいいですよ。1、2。あ、うまい。で、あ、完璧完璧。ヒゲ目オッケー、ヒゲ目オッケー。半分オッケー。いきました、半分。はい。オッケーオッケーオッケー。これ、はい、俺終わった。ちょん。だよね。黒曜石。ちょんちょん。オッケーオッケーオッケー。あと金と黒曜石だけでいける。金黒曜石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 。で、黒曜石。え、これむずくない？なんか。黒曜石に2。縦に。縦に。さらに黒。さらに。横黒。さらに黒黒。そこ L 字みたいな感じの。あ、違う。え、一個、もう一個上。もう一個上、もう一個上。あ、あっ。合ってる？合ってるか。いや、ずれてる。ずれたか。あー、惜しい。ずれた。ごめん。難しいよ。なんであんな複雑なの。上が複雑とずるぞ。瓶の蓋のところが複雑です。1、2、3。で、4つ上。おー、ヒゲ、オッケー。ナイス。で、あと次は目ですね。1、2。おー、完璧。1、2。ダイヤ終わり。これでこう。ちょっと1個ずついくよ、ゆっくり。はい。これ、まあ、3分あるんで。パッパッパってある。まず黒曜石やって。黒曜石いく？まず黒曜石。黒曜石で周りを覆う感じなんで。そうです。黒曜石で周りをまず覆います。で、そこで止めて反対側行きましょう。オッケーオッケー。左右対称で進めた方が分かりやすいです。黒曜石、黒曜石、黒曜石、黒曜石。こう、1、2よね。はい。で、次上も。で、ここで1、2、3、4、5、横に5よね。横に5、横に5。こう横置いていいよね。1、2、3。戻って、で、ちょんちょんで、で、真ん中で3。で、真ん中3。あとは、周りを囲うように金で。周りを金で。あ、やばい、上が、上が、やばい。まあ、反対側からいきましょう、これは。オッケーオッケーオッケー。3、1。大丈夫です。まだ2分ありますよ。オッケー、1。いや、でも、あともう1個あるで。1、2。あと、オッケー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 、急げ急げ、こっち逆再来てもらって、逆再逆再逆再、え、これ4分で2体？そうなんですよ。なんていう難しさなんだ。はい、おお、はいはい、き
来た。あ、二体目来た、二体目。あ、二体目来た、二体目。来る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 。なめ。ヘルトするぞ。なめせる俺。ここ間違えたら。うん。いや、お、また最初からでしょ、俺。でしょうね。気をつけて気をつけて。じゃあヒゲいきます、ヒゲいきます、ヒゲお願いします、ヒゲお願いします、ヒゲお願いします。いや素晴らしい。お花とあと目がね、ポンチョンチョンってなってるんで、鼻を真ん中に置いて、真ん中ですよ、真ん中、はい、鼻真ん中、はい、で目をでも気をつけてくださいね、耳気をつけて、耳、鼻目 OK、 鼻目 OK、 鼻目 OK、 じゃあ眉毛いきます、眉毛いきます、眉毛黄色の羊毛ですね。 OKOKOK、 あと1分、あと1分、あと1分、あと髪の毛だけじゃない、髪の毛いくよ、髪の毛いくよ、真ん中に1個だけね、上がるんで気をつけてください。ちょんちょん、ちょんちょん、ちょんちょん、どうする、困ったら自分の顔見てください。ちょんちょん、最後、真ん中にちょんって、真ん中に1個、真ん中に1個、これないでしょ、僕の顔に。じゃあ、ある、あります、あります、いきます、あれ、オッケー、オッケー、なんだこれ、アイディアが思いつき、新しいドズル像が完成した。これ何かわかりますか、ドズルさん。脳みそドズル像、正解です。新作のドズル像。分かったな、これ脳みそドズル像できたか。はい、新作脳みそドズル像って、脳みそをまずモチーフにしたの。これも力作です。あ、かなり、でも今日このあれがなかったら思いついてないな。よかった、新しいアイデアを思いついて、よかったよかったよかった、いやありがとうございます。うん、え、じゃあもうラスト？そうです、です、もうオラックもだいぶ整理してきて、いや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 、そんな、いやいや、そんなやらしくないですよ。あ、そうですか。よし、じゃあ行ってみましょう。なんだろうな。あ、これはあれですね、オラックはどうやらコンチャッチャ迷路のことを考えてみたいです。コンチャッチャ迷路か。そうなんですよ、最近次のセキュリティ企画はボンさんをどうにかしてちょっと懲らしめたいと言ってたんで。あー、なるほどね。そうなんです。あれ？え？な、なに？なんだ？みんな助けて！コンチャッチャ迷路から出られなくなっちゃったよ。あれ、かわいいオラクの声が聞こえる。本当だ。なんか迷路から出られなくなっちゃったって。確かに。オラクここにいるよ。いや、これは僕は天使オラ。あ、天使、今のは？今のは？今のは、いや、これもしかしたら、ちょっと迷路を作ってて、うん、途中で自分で迷子になっちゃったオラクがいるかもです。何をしている？本当だよ、本当だよ。自分で自分の迷路に迷っちゃったオラクいんの。じゃだからみんなでちょっと手分けして探す、オラクを見つけてください。あ、オッケー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 。なんかここに上に行けるっていう。あ、オラクを探せ。悪魔のコンチャッチャ迷路。オラク、悪魔のコンチャッチャ。天使オラクここは上に行けるの。じゃあ僕はここから上に上がっていきますね。はい、あ、そういうことか。なんか星標に触れるとテレポートできそうだって書いてあるよ。触れてみたい。どこにあるんだ。あ、目み、あるよ。あ、製品ここに。どうでしょう。おお。どうだ。あ、パンダがいる。絶対にボス、押すなボタンあるんだけど。え、なんで？絶対に押すなボタン押そう。あれ、ポンさんだ。いや、戻ってきたな。あ、繋がってました。目いいぞいいぞ。そっち行き止まりだ。みんな粉焼きもあるよ、粉焼き。粉焼きがある。ここね、何もなかった。ってことはどこだ、どこ。あ、粉雪発見。お、そこにテレポゾーンが。星標も発見。星標、もしこれ怪しいぞ。おーおー。目が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 痛い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 、そこ通れないですか？あ、パンダ？パンダはそこにいるのよ、もともと。パンダゾーンの奥とか行けないです？パンダゾーンの奥？行けなさそうですか？そこ絶対に押すなボタンはあるんだけど、どこ？ここ？お、パンダゾーンのこっちの方に来れないです？行けない、そっち。さらに奥。あの？もうじゃあちょっと他の道を上から。あ、こっち行けた行けた行けた。行けました。パンダゾーンの。モンさん、こっちこっち、こっちからさらに右ですね。ああ、それで そこのところ行ったら、すごいすごいすごい、できる。うわあ、落とし穴だ。落とされた。お、それで、あ、絶対に押すなボタンだ。あ、押しちゃいましょう。あれ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 、どこだこれ。いや、最初に戻された、最悪。モンさんのおかげで俺たち先に進めそうだわ。心臓炎来た。くそ。じゃあね、どうぞさ。
いや迷路、迷路苦手か、迷路ダメか。いや今僕の犠牲があってこそでしょ。チェストねぎらってください、功労者を。ボズさん初心者か。いや3人迷路はきついよ。なんだこれこれも迷路ですね。昔ボンさんに作った迷路ですね。このドアのあのさ、ちょっと開かないよな。開かなそう。あっちがいけないんだけど、なんだこれ。このエメラルドブロックなんだ。ここは確かね、ドアの、あ、チェスト開けられたところとかに、お、こっちなんか入ってる。トラップドアゲット。あ、ここでやる。ここにつけられるんだ。なるほど。おー、ぬぬぬぬ。なるほど、これでどんどんもう一個開け。あ、ナイスナイス、素晴らしい、素晴らしい。ぬぬぬぬ。あ、あれあれ、やべ、こんなもない。罠だ。みんなこっちだよ。どこだ、どっちどこ。なんかどっかにシュルカーボックスがあったりとか、あとはチェスト同士の隙間とかかな。あー、理由だ。絶対ここに置いちゃダメだったんじゃないの。でも他に置く場所ないっすよ。なんすかボンさん、俺のせいだって言いたいんですか。一個足りなくなってない。ここはもともと置いてましたよ、多分。あ、置いてた、もともとあったやつか。ここ、うん、もともとあったのか。ハイボンさん謝って。ここに1個ないんだよな。1個ないっすね。ドズルさ ん, ん、そっちの方に通れる道ないですか。こっちに通れる道、ボンさん、ドズルさん、そっちの左の方に。左ないよ。ないな。ないよ。ないですか。ない。結論ない。ない、ね。あ、すいません。しゃーないかも。こっちにせい、いや、しゃーなくない、しゃーなくないです。諦めないでください。無理か。どこに行ってんだ。いや、ドズルさんから見て、頭がパンクしちゃう。右の。待って。え、どうした？こっからシュルカーボックスって届いた。ああ、そこか。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。それだ、それだ、それだ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いけそう。抜けた、抜けた、抜けた。こっちに生存が、あ、いったー、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。ああ。あ、よかったよかった、みんな抜け出したみたいですね。さあ、なんかそのままトラップドアがある、トラップドアがある。進んでください、行こう。いや、なんかあるんじゃ。いた、レッツゴーレッツゴーレッツ。痛い、誰だ。狭いとこで叩き合うな。なんだこれ、なんか、迷路だ。いや、また迷路。あ、押すといいことあるよって。嘘だな。ボンさん押してください、押してください、押してください。なんで悪魔オラク、天使オラクじゃないの。いやいや、天使やっぱ正体現したね。ああ、そこだ、押すといいことある。あ、ガチでいいことあった。あ、ボンさん待って、ベッドちゃんと押しました。ベッド押してない。うわ、これなんか懐かしい。懐かしい、これ。いや、あれが出てきますよ、ふんおじが。いやー、懐かしいですね。僕これ覚えてる、これ覚えてますか。あ、こっちだ。あ、いや違う、はい、どっちやったっけ。なんかね、覚えてる、これ。うわ、やべ、出てきた。で、ふんおじ、いやー、ドズさんよく覚えてますね。いや、これなんか記憶に当たる。え、そうだよ、こんちゃっちゃとはどうでしたか。やかましいよ。ひどっ。あ、煽られと。なんか製氷が4つある部屋来ましたよ。あ、待って、これあれかも。雪だるまの下、シフトで降りてたりするの。戻らなかった。足場で隠してるかも、ワンちゃん。おー、ドズルさん、どんどん進んでます。どんどん行ってます。あ、じゃあ普通にあのゴールテープのところ行けばいいのか。いや、でもどうだろう。あれ、ドズさん、どうやって行きました、そこ。僕、これ今、最初のところらへんだよ。最初のところで、階段上がったところですね。ここか。あー、めっちゃ広っ。うわ、セヒョゾンだ。ふんおじ倒したわ、ふんおじ。ラベジャー、いってラベジャーのとこ落ちちゃった。最悪だ。ドズさん死んだ。なんだこいつ、マジでやられたわ、ドズさんは。もう俺、ドズさんのこと忘れねえっすわ。いやもうちょい助けるぞ。俺は服の中で生き続けてくれ。いやドズルさん、こんちゃっちゃ。こんちゃっちゃじゃないね。あれ、なんかしんやりとんだ。おめん、帰っとくか。行ったんじゃない。帰コース。ここでしょ、コース。どないここ、このここ、これさあ、ここからうまくラベジャーを避けて。そこ、ラベジャーにね、やられたのよ、さっき僕。いや、危ねえ、危ねえ、危ねえ。こえさよなら。痛い。
あ、これ行ったんじゃないか。お、道が空いて覚えとけよ。危ない危ない危ない。ラベちゃんが、ラベちゃんが、危ない危ない。一応、ラベちゃんの具なんかあったりしないかな。ないよ、ないよ、め信じてよ、僕は天使ラップだよ、め。なんで僕のこと信じてくれないの。いや、ついデバッグが、デバッグをしたかってしまった。さっきヒッヒッヒッって言ってたの。待って、これどこだ、入り口じゃないか、これ。お、いやでも進んでますよ、進んでますよ。進んでる？進んでます、進んでます。なんだここ。あ、ここ来た。確かに入り口だ。最悪。あぶね、あぶね、触れと思った。あやばい。なんだこれ。あ、どこ取った。気をつけろ、入り口に行ってしまうとこあるぞ。あ、でもいい、いいとこまで行ってますよ。いいとこまで。頑張れ、誰か行ってくれ。 もうこれかな、もしかして入り口に持たれる日氷ある。それはまずい、ボンさん、それはまずい。一回入ってみた方がいい。そこまずい、そこまずいよ。検証した方がいいですよ、ボンさん。やだやだ、やめ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 、めんどくさいだけ、めんどくさいだけ。入り口戻されるだけだ、あれは。あれは戻されるだけだ。なんか一マス7ある、これ。あ、めっちゃ怪しい。おい、これお。え、俺こっちから来たんですよ。ってことは、あ、待って、穴2択あるな。二つあるよな、穴な。こっち、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 あ、こっち、え、こっちか、これか。ん？あ、あ、いいいい、そっち合ってる合ってるよ。入るの？わあ！え、え、オラくんがいたー！ボンさん、どこだよ、どこだよ、どこだよ、どこ。ボンさん、あ、後ろ後ろ後ろ。こっち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 。戻ってください、メンも。さっきの雪のゾーンに来てください。雪のゾーンの。そうです、メン、いいいい感じ。そこそこそこ、メン、いい感じ。あー、ほんとだ、取れた。こっち、ここだ、あった。そう、トツルさんも。あー、ここね。どこ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 だ。オラフくんいました。オラフくん、ここ、どっかにいる、このどっかにいる、このどっかにいる、どこ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 だ、どこだ、このどっかにいる、このどっかにいる。探せ探せ探せ。近い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 。みんなこっちいない、こっちいない、近い近い。どこ？痛い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 痛ぞめ。ここっすか。あ、いた。あー、よかった。あれ、なんだ、あ、びっくりした。あ、天使ラフくんか。あ、大丈夫。あ、迷子オラフくんだ。見つけてくれてありがとう。あー、よかった。いやー、迷子難しすぎだろ。いや、思ったより規模でかかった。いやー、なめてた。ありがとうございます。あ、これでオラフくんすっきりした。これでオラフくんもすっきりしたはずです。よかったー。あ、よかった。よしよしよし、これで目覚めすかな、オラフくん。覚ますんじゃない。よし、じゃあ帰りましょうか。帰りましょう、帰りましょう。こっちなんか道ができたから、こっちじゃない、帰る。ラスベガスオラフくん、これこれ、え、オラフくんのないパチンコでいっぱいってこと。違う違う違う、ちょっとやめてくれ。なんか激アツ演出が流れてる。ペコペコ。だって報酬、報酬が、報酬が、ご褒美、ご褒美。うん、違う違う、あれ、おい、ちょっと待ってください。どうした、なんか、あれ、え、今何か声聞こえます。おいって声、おいって、え、なに、おい、この声は悪魔オラフくんです。悪魔オラフくん。悪魔オラフくん、あ、言ってたやつか、悪さしてるやつだ。はい、ちょっとこれはまずいですね。いや、オラフくんの考え事は多分解消されたかもわかんないですけど、うん、まだ悪魔オラフくんが悪さしてるみたいです。悪さしてんのか。みんなで行きましょう。え、でも悪魔オラフくんもオラフくんの一部でしょ。そうだよ。で、ま、でもちょっと、うん、やっぱね、締めないとダメ。え、天使のなんか、なんか天使のようにぶっそうだな。締める、締める。ちょっと待ってください。どうした。多分 分岐ですよ。え、何。天使オラフ、かっこハテナってなってる言葉を信じて、悪魔オラフを倒しますかっていう、今グループで。確かに確かに、ここで助けるかどうか、うん、これ、本当に天使かどうか今怪しいっすよ。怪しいね、うん、いやいやいや、じゃあちょっと今からもう、行きますよ、皆さん、うんうん、皆さんは、悪魔オラフ君を倒しますか。はい、いいえ、ピッピッ。今出てます。画面に出てる出てる。大会か。あ、じゃあ、いいえ。いいえ。俺たちは平和を選ぶ。うん。なるほど。皆さんは悪魔オラフ君を倒しますか。いいえ、いいえ、いいえ。倒さない。
皆さんは悪魔オラクンを食べますか。やばいこれ。NPC だあいつ。いやボットになっちゃった。いやこれ絶対選ばなきゃいけない。いやあの俺昔ですゲームあったんですけど、うん、あの EA をマジ15回ぐらい押すと別の分岐入る。いやいいよもう。はい選ぼうよそこはもう。わかりました。じゃあもう悪魔オラクン倒します。はい。いやーありがとうみんな。チラチラしいな。チラチラしいな。チラチラしいな。すごく迷ったと思うけど、もうみんなならそう選んでくれると思ったよ。あじゃあ行こうオラクン。あ天使オラクン。みんなこのテストを開いてください。石剣。石の剣。石の剣。よし。じゃあみんなでやっつけに行きましょう。行こう。あれか悪魔オラクン。すごいなんか悪そう。お前たち、俺様のいたずらを全部解決しやがったな。あんなこと言ってる。怒ったぞ。怒ってる。怒ったぞって。俺と勝負だ。あーあ、ムキムキになった。やばいやばいやばい。ムキムキだった。ムキムキだった。強そう強そう。あ、来た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 。ポサポサとこ行った。ポサとこ行った。あ、これだ。いて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 。何こいつ。おら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 。なんだこいつ。いて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 。ついついついて。悪魔オラクン強い。悪魔オラクン倒してくれ。悪魔オラクン強いよ。強いよこいつ。悪魔オラクメどうやってダメージ当たんなくね。いやいや入ってる入ってる入ってる普通に。あ本当ちょっとずつ、あ、ちょっとずつ入ってる。強い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 突っ込んでるな。いや強いな。サイコクラッシャーやめて。悪魔オラクの方がなんか強そうなんだけど。ほらいて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 。あれメン。いやーやるな。メン。メンどこ行った。おめえ何してんだメン。お戦えよ。あなんすか。いやいやいや何してるんだ。いやなんか。ボス戦始まったけど裏行きたからなんかどっか行けんのかな。いや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 戦って戦って戦え。戦えボンさん一生狙われてないですか。いって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 いや多分来たって言った。いって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 このやりつきみたいなのが強え。いって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 いやーいった。勝った。勝ったよこれ。大丈夫かこれ倒せんのかこれ。いっていめえ、めえ、悪魔オラクに殺害されたって。オラクの頭の中に異物が入った。あ悪魔オラク強すぎる。諦めよう。諦めよう。諦めないでください。強すぎる悪魔オラク。あでもあダメージ入ったら入ったらめっちゃ入ったら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 めちゃめちゃ入っためっちゃ入った。なんかまさか弱点がある。なんかやっぱ急にグッと入る。あいける。あ死んだ。悪魔オラクやっつけたぞ。だだだだだ。くそー、負けちまった。好きなことをたくさん考えてたらオラフも幸せだと思ったんだけどよ。いいやつじゃん。あー、悪魔オラフ。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 ただ純粋なだけだったのに。どうしてしまったんだよ。どうなっちまったんだ。これこれは想定外だ。悪魔オラフ。なんでチキンデースをやろうと思ったんだ。なんでだ。仲直りしたかったよ悪魔オラくんとも。いや、あ、悪魔オラくん帰ってきた。帰ってきた悪魔オラくん。いや悪魔オラくんもうやめよう。オラくん起こしてあげて。しょうがねえな。今回はお前たちの勝利に免じてオラフを起こしてやるよ。おいいやつだったやっぱ。うん。あーあ、あ、なんだ？あれ？あ、オラクがオラクがなんか。いやこれオラク、オラクどうしたこれ？オラク、オラク、お、どどんな感じ？戻ってきたか。戻ってきましたけどどういう体勢なんですかこれは？あのね、ちょっとまあいろいろね、いろんなね検査してたの検査。あ検査。ちょうど今オラクの脳波が落ち着いたところじゃ。え？じきに目が覚めるはずじゃ。これで覚めてないの？これはちょっと覚めてないわ。あ、これ覚めてないだけ。あ、そっか、寝そうか。オラクン起きて。え、でもうつ伏せってことは一回起きましたよね、これ。起きてないの？あ、オラクン。あれ？みんなどうしたんですか？オラクン心なしか、なんか服装が天使みたい。え、何この顔、何心なしかでそのローブみたいの。
そんなの来てたっけ、おらっくん。おいおい僕も分からん、何これ。あ、そうか、まあそういうこともあるか。いや、なんかね、変な夢見てたんですよ。なんか、うん、なんかボンさんにキスされそうな夢見てて、ちょっとびっくりしちゃいました。危なかったよな。いや、なんか変な夢見てたみたいです。それは変な夢だね。ああ、よかったよかった。でも、いや、でもオラックね、目が覚めなくて大変だったんだよ。いや、え、みんなが助けてくれたんですか？まあ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 、そう、そうなるね、そうなる、うん、そうなる、そうなる。まあただオラくんのちょっと脳みその中見ちゃったけどね、うん、え、いやオラくんがあんなこと考えてるなんて。え、なになになに、ちょっとスケベなやっちゃの。え、ちょっともうやめてよもう。いやでも博士ありがとうございます。博士のおかげでオラくんも目が覚めました。いや、みんなのね頑張りのおかげで無事目が覚めてよかったの。いや、よかったよかった、ありがとうございます、ありがとうございます。こうして無事にオラフ君を救い出すことに成功したドズル社メンバー。オラフ君も考えすぎるのはほどほどにね。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや、嬉しいんだけどな。いや、本当に嬉しいんだよな。